より小さい2024年11月3日、日曜日から10日、日曜日 WTT チャンピオンズフランクフルトアットドイツより大きい。女子シングルス1回戦で南卓敬、中国、世界ランク39位、が同30位のカウフマン、ドイツ、おゲームカウント31で下して2回戦に進出した。2回戦では台湾のエース、帝星、同8位、と激突する。 南卓系が試合後のインタビューに応じた。より小さい南卓系、試合後コメントより大き、い、対戦相手は若くて優秀な選手で、最近の試合でも闘志を見せていた。彼女のプレースタイルは非常にアグレッシブなので、今日の試合までに十分な準備をし、コート上では一歩ずつ解決策を見つけながら、着実にプレーしました。QWTT チャンピオンズ・モンペリエでゴーダが鎮光銅に勝っている。 だから、彼女は若くて優れた選手だと言ったんだ。彼女のアグレッシブな攻撃スタイルに対応するために、自分自身をより早くどうしたかった。Q、第3ゲームを取られた後の調整について。実際、第3ゲームでは彼女のラッキーボールが多く、少し焦ってプレイしてしまった。第3ゲームを落としてからは、もっと、